東京島は、霧の夏木による日本の小説、また、それを原作とした2010年8月28日公開の日本映画。1945年から1950年にかけて、マリアナ諸島のあなたン島で起きたあなたン島事件をモチーフに創作された作品。慎重にて、2004年1月号から2007年11月号まで断続的に、 計15回連載され、2008年に刊行された。第44回、谷崎純一郎少女小作。クルーザーで、夫、高志と世界一周旅行に旅立った清子。だが出発からわずか3日目に嵐に会い、数日間漂流した後に2人が漂着したのは、どことも知れぬ、無人島だった。それから間もなく、与那国島での過酷な労働に耐えかね。 島からの脱出を図った23人のフリーターたちが途中で台風に遭い島に漂着する。さらには日本への密航途中で金銭トラブルに発展した11人の中国人たちが島に置き去りにされる。無人島に流れ着いた男たちと一人の女。いつしか東京と呼ばれるようになった島で唯一の女である清子は性を武器にたくましく生き抜いていく。 与ナグニ島で野生馬の調査を呼び、糞の中から寄生虫の卵を探すアルバイトをしていた男たち。ほとんどの人間が何らかのすねに傷持つ事情を抱えている。親方の応募に耐えかね、古びた漁船で30人程度の男たちが脱出を、目論むも、嵐に遭い、東京島に漂着。漂着時の生存者は23名。ここに挙げた。 人物以外にも何人かの男たちがグループを組んで生活している。なお、清子の夫になった者たちはこのリストから除外している。熟渋谷袋、東海ブラスターハウス寺院その他日本に密航する予定だったが、密航の仲介役と金銭トラブルで揉めて東京島に置き去りにされた中国人の男たち。言葉はほとんど通じないが、 サバイバル能力や食料確保能力に長けている。妊娠した清子が島で出産した子供たち。双子。2010年8月28日より全国120スクリーンで公開された。篠崎誠監督が現代人のサバイバルエンターテインメントとして映画化。撮影は実際に鹿児島県の沖の選ぶ島と徳之島で40日以上のオールロケで行われた。 エルメスが日本映画史上で初めて本作とコラボレーションし、エルメス伝統のスカーフ、キャレがバックや洋服になったり、頭に巻いたりと本編各所で象徴的に使われている。本編は 2D 作品であるが 3D 映画がブームになっていたことや、無人島での生活模様を体感させたいという映画のコンセプトから予告編映像のみ 3D で制作され、 2010年6月4日より全国の劇場で上映された。予告編は2010年度のヤフー予告編アクセス数でナンバーワンを記録し、第1部バックステージ生中継、告白残下室、あの時東京都は荒れていたと、第2部オンステージ生中継、完成披露試写会イベント完全ノーカット生中継の2部構成で8月3日に行われた完成披露試写会イベントも、 ユーストリームでインターネット性中継された。結婚20周年の記念にとヨット旅行に出かけた、清子と夫の高志は遭難し、無人島にたどり着く。救助を待つだけの日々に嫌気がさした頃、与那国島での厳しいアルバイト生活を逃れて、来たという16人の若い日本のフリーター男たちが漂着し、やがて彼らはこの島を東京島と名付け、渋谷、袋、塾。 公共、東海村などいくつかの地区に分かれて生活を送り始める。いつまでたっても現実を受け入れず妄想に逃げる高氏に愛想をつかした清子は高氏が崖から転落死した後、フリー,ーター集団のうちのカスカベという最も強く独占欲丸出しの男の妻となり、こう一点でチヤホヤされる生活を送る。 しかしさらに密航に失敗した6人の中国人グループが漂着してきた後、カスカベは崖から転落死してしまう。悲しむ清子にくじ引きで次の夫となった GM は優しく接するが保存食や生きるための技術を次々と開発していく中国人たちに対し、日本人の男たちには進歩がないと憤慨した清子は中国人グループのリーダーやんに取り入り、先に 彼らと仲良くなっていた渡辺をも差し置いて、彼らが作ったイカダに乗せてもらって島を脱出しようとする。しかし結局脱出は失敗して、島に戻らざるを得なくなった清子は、渡辺や GM など、日本人たちに裏切り者のレッテルを貼られ、ひどい扱いを受けるようになる。絶望する清子だったが、やがて自分が妊娠していることを知る。 GM の子供であることを主張したことで清子は再び島の女王として君臨するようになるがお腹が大きくなってくるとより安全な出産の場を求め岬近くに住み始めた中国人たちのもとを訪れるそこには台湾へ出稼ぎに行く途中で遭難してしまったというフィリピンの若い女たちもいた船が修理でき次第島を出て行くと聞いた清子はお腹の子供は ヤンの子供であると訴えることで受け入れてもらい、彼らと暮らし始める。フィリピン女性の中で出産経験もあるマリアに助けてもらい無事に双子を、出産した清子は船に乗って彼らと島を脱出しようとするが、再び清子の裏切りを知って怒った日本人の男たちに襲われる。双子のうちの一人チータを奪われてしまったものの、GM に助けられ、清子は、 双子のもう一人チキとマリアと東京都を脱出することに成功する。そして10年後、東京都は残った日本人、中国人グループ、フィリピン女たちによって繁栄してまとまった一つの国となり、チータは王子として扱われていた。一方、日本に住む清子はチキの10歳の誕生日をマリアと祝い、チキに聞いてほしいことがあるんだと今までのことを語り始める。 ありがとうございます。